やっぱり人間は太陽がなかったら生きていけません。空気もなかったら生きていけません。それから水もなかったら生きていけませんね。これが全部自然の恵みをですね、もたらしてくれて、私たちの命のもとの主食の玄米、お米を生産できているわけですね。胚芽を取ってしまって外側のぬかを取ってしまうと米の芽を取ってしまう。そういうことは自然の法則に外れるんですよ。そうすると不自然なものを食べると不自然な体、不自然な心になっていくんですよ。岩崎のこの確固たる信念は自らの体験から来ています。9つ自分に体の不調があったわけ。それ貧血もあったから顔真っ青ですよ。で、女房は六膜をやる、長女は腸が弱い、で次女はアトピーで脱水症にかかって死にかかったんですよ。そういう弱さはですね、毎日の食事から来てるってことを知らされたわけで、食事が自然の法則に外れてるから、食事を自然の法則に戻さないと健康にならないっていうことを分かって、それで玄米自然食を始めたんですよ。人生において健康というものはもうかけがえのないものだと。で、今の日常の食生活でも本当に病気になりやすいということを理解していただいて、それからこの玄米酵素を取ったりですね、日常の健康のための食生活というものをこう一つ一つ実践していってほしいですね。